西浜和弘君。はい、16番西浜です。皆様おはようございます。よし、会派新風の西浜和弘でございます。本12月期間におきましても、このように登壇の機会を賜りましたことを、関係各位に心より感謝申し上げます。質問に入ります前に、先の7月豪雨により犠牲になられました方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げます。少しでも早く穏やかな日常が戻りますよう、坂本町の創造的復興に向けて引き続き皆様と共にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。それでは質問に移ります。令和2年も残すところあと20日余りとなりました。年末年始は人や車の動きが慌ただしくなり、例年胸を痛めるような悲しい交通事故が多く発生しています。そのようなことも踏まえ、熊本県内におきましては今月21日から来年の1月3日までの2週間、年末年始の交通事故防止運動が実施されることとなっています。思いやりあふれる安全な行動を心がけ、交通事故ゼロで明るい新年を迎えましょうと呼びかけられます。今年県が作成されたこの交通事故防止運動のリーフレットの表紙には、第7回交通安全ポスターコンクールで最優秀賞を受賞されました本市太陽小学校1年生の吉野町さんの作品が掲載されています。1年生とは思えない表現豊かで、とても微笑ましいポスターだと感じました。皆さんもぜひこのリーフレットをご覧になっていただき、交通安全に一層心がけての行動を取っていただけましたら幸いです。それでは通告の1番目、第10次八代市交通安全計画の総括及び次期計画についてに入らせていただきます。内閣府の最新の交通安全白書を見てみますと、次のことが記載されています。我が国の歩行中、自転車乗車中の死者の割合は主な欧米諸国と比較して約2倍から3倍となっているなど、歩行者や自転車が多く通行する生活道路における安全対策をより一層推進する必要がある。また少子高齢化が進展する中で、子どもを事故から守り、高齢者や障害者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から、安全安心な歩行空間が確保された人優先の道路環境整備の強化を図っていくことが求められるとしています。また交通安全に関する法律を見てみますと、昭和45年に交通安全対策基本法が制定されており、第4条には地方公共団体の責務が定められています。地方公共団体は住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、これを実施する責務を有すると謳われています。さらに同法において交通の安全に関する総合的長期的な施策の大綱である交通安全基本計画の策定について規定を設けています。現在、国や都道府県、市町村を含む地方公共団体においては、それぞれに平成28年度から令和2年度までの5年間を計画期間とする第10次の計画を策定し、各施策が実施されております。本市におかれましても、この交通安全対策基本法の第4条及び第26条に基づき、第10次八代市交通安全計画を策定されており、現在5カ年の計画の最終年度を迎えていると承知しています。そこで市民環境部長にお尋ねします。第10次八代市交通安全計画の5カ年、平成28年度から令和2年度における取り組みの成果についてお答えください。また課題等を含め、どのように総括されていらっしゃいますか、併せてお伺いします。以上、壇上での質問はこの程度にとどめ、以降の質問及び発言は発言者席より行います。
深浦市民環境部長。おはようございます。おはようございます。西山議員ご質問の1項目目、第10次八千代市交通安全計画の総括及び次期計画についてお答えをいたします。ご質問の第10次計画の5カ年における取り組みの成果及び課題を含めた総括についてでございますが、本計画では24時間交通事故死亡者数を年間6人以下、交通事故死傷者数を年間550人以下を目標としております。死亡者数は平成28年は3人、29年は9人、30年は5人、令和元年は4人、2年は10月末現在で5人となっております。死傷者数は平成28年は365人、29年は344人、30年は318人、令和元年は272人、2年は10月末現在で196人となっております。死傷者数は5年間目標を達成しており、死亡者数についても平成29年を除き目標を達成しており、おおむね計画通りの成果は得られたものと考えております。この成果は国、県、警察等関係機関のご協力によるものであり、特に地域協議会や学校が中心となった地域ぐるみの交通安全活動が推進された結果だと考えております。しかしながら依然として高齢者の死亡事故は多く、高齢者に対する施策や交通事故被害者の支援についてはまだまだ不十分だと考えております。今後も関係機関と連携を図り、詳細な検証を進めてまいります。以上お答えといたします。以上。西山和弘君。はい。まず第11次計画の5年間における取り組みの成果についてお伺いいたしました。本市の計画においては、24時間交通事故死亡者数を年間で6人以下、そして交通事故死傷者数を年間550人以下とする目標を掲げ、これに対し、各年おおむね目標を達成していることから、成果を得られているとのご認識を示されました。その背景には、交通安全対策会議の委員の皆様、その事務局を担っていらっしゃる八代市はもとより、部長の答弁の中にもありましたように、警察をはじめ、国や県、各道路管理者、学校関係者、そして民間団体や地域における日々の交通安全の取り組みがあってのことと、私からも改めて感謝を申し上げますとともに、たゆまぬご努力を高く評価したいと思います。次に5カ年計画の総括に関してお伺いしましたところ、特に高齢者の死亡事故についての対策や、支援の強化が必要である旨のお答えがありました。政府においても昨年、昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議において、未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策を取りまとめ、これを推進してこられたところであります。本市における詳細の総括は今後という説明でありましたので、ただいま触れました政府が示した取り組みも含め、本地域におけるこの5カ年の事故の状況や、特徴を分析していただくとともに、その対策について議論の深度化をぜひ図っていただき、次期の計画に生かしていただけますようお願いしておきます。それでは次の質問いたします。本市の第10次計画に掲げてある施策、道路交通環境整備などに関するこれまでの取り組みの経過について3点、市民環境部長に伺います。まず1点目、災害に備えた道路環境整備に関する方策として、計画書にこのように記載されています。豪雨、豪雪時等には、安全安心で信頼性の高いネットワークを確保するため、道路斜面などの防災対策や、災害の恐れのある区間を回避、代替する道路の整備を推進するとありますが、具体にどのような取り組みをされてきましたか。次に2点目、住民参加の方策方針として、道路利用者等が日頃から抱いている意見を道路交通環境整備に反映するとあります。
これも具体にどのような取り組みをされてきたのか伺います。最後に3点目、連絡会議等の活用方策として、熊本県道路交通環境安全推進連絡会議や、そのもとに設置されているアドバイザー会議を活用して、学識経験者のアドバイスを受けつつ、施策の企画、評価、進行、管理等に関して協議を行い、そして的確かつ着実に道路交通環境の実現を図ると記載されています。そこで具体の取り組みの内容、またその取り組みは的確かつ着実に道路環境の実現を図ることにどのように生かされてきましたか。以上3点について検証しての見解を市民環境部長にお伺いします。はい、桑原市民環境部長。はい、議員ご質問の1点目、災害に備えた道路環境整備に関する方策について自責よりお答えいたします。本市の防災計画には緊急輸送道路の指定路線として国道219号など9路線が記載されており、道路拡幅や乗り面強化整備につきましては沿線関係自治体と一丸となって国県への要望活動を継続して行っております。また本市管理の市道林道農道につきましては定期パトロールや路面の維持管理、乗り面強化等の整備を行い、孤立集落対策を推進しております。これらの道路が災害時に有効に機能するよう、今後も国や県、警察、自衛隊、消防機関、その他関係団体等と連携してまいります。次に2点目の住民参加の促進方策についてお答えいたします。本市では地域要望制度により各校区や自治会より要望意見を受け、道路交通環境整備に反映しております。また道路利用者個人からの要望についても随時道路管理者につないでおりますものの、制度化はしていないため、住民の皆様の要望を道路整備に反映する方策についても検討してまいります。次に3点目の連絡会議等の活用方策についてお答えいたします。国土交通省が主催する熊本県道路交通環境安全推進連絡会議では、熊本県全体の幹線道路及び生活道路の交通事故対策を検討するもので、学識経験者をアドバイザーとして毎年開催されております。しかしながら本市の交通安全計画に定めております本連絡会議の活用については十分にできていないと考えております。交通安全計画を具体化する施策の企画やその評価、進行管理につきましては計画を実効性のあるものとするための大切なプロセスであると考えております。特に計画の検証評価は重要であり、市と警察が共催する八代市交通安全推進会議の活用など本市の実情に即した評価検証のあり方を検討してまいります。以上お答えといたします。以上。石山和弘君。はい、本市の計画に掲げてある具体の施策のうち3点についてお伺いしました。1点目の災害に備えた道路環境整備に関しましては、八代市坂本町復興計画策定専門部会においても委員から代替道路の確保、孤立集落の解消を図るために既存の道路をネットワーク化されたいなどの意見が出されており、このことはご答弁にありましたように交通安全計画の観点からも引き続き関係機関との連携を図りながら、より良い備えを講じていただきますようよろしくお願いいたします。2点目の住民参加の促進方法については、住民の要望を道路整備に反映する方策を検討する旨、また3点目の連絡会議等の活用方策にあっては十分に活用ができていないとのご認識のもと、本市の実情に即した評価検証のあり方を検討するとのご答弁でした。この2項目につきましては、今後改善、充実させていく姿勢をお示しいただくことができました。次期の第11次の計画づくりの中で、ぜひ取り組みの新たな姿をお示ししていただきますよう、改めてお願いしておきます。今、次期計画のことに触れましたが、ここで次の質問に移ります。本市の次期計画となる第11次の計画案の策定状況についてご説明ください。合わせまして、改定の主な特徴について市民環境部長にお伺いいたします。はい、議長。桑原市民環境部長。はい、ご質問の次期計画の策定状況および改定の主な特徴について自責よりお答えいたします。
交通安全対策基本法に基づく第11次交通安全計画につきましては、国においては中間報告が11月25日に行われ、今年の中に策定予定であり、県の計画は令和3年6月ごろに策定予定でございます。本市の計画につきましては、本年度中に示される県の素案に基づき、策定準備に入り、検討調整し、八代市交通安全対策会議にて検討いただき、できるだけ早い時期の策定を予定しているところでございます。主な特徴につきましては、今後、国県の計画を受けて、検討することとしておりますが、本市におきましては、令和2年7月豪雨災害の教訓を生かし、孤立の解消や迂回路確保などの交通施策をはじめ、コロナ禍における自転車通勤の増加などの生活様式の変化に対応した施策を盛り込む必要があると考えております。そのほかにも、高齢運転者対策や交通事故被害者支援策の充実が必要であると考えているところでございます。また、年度ごとに計画の検証を行い、地域ごとの交通事故の発生状況等を市民の皆様にお知らせしてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。以上、西山和弘君。はい、ご答弁ありがとうございました。計画の策定の流れにつきまして、今のご説明と交通安全対策基本法に謳われている手順を重ね合わせてみたいと思います。法によりますと、国が策定した計画をもとにして、県が県域における計画を策定する。その後、市は県計画に基づいて、地域における交通安全計画を策定する運びとなっています。従いまして、ただいまのご答弁にありましたように、熊本県が示す素案に基づいて、策定の準備に入り、できる限り早く作りたいとされる説明には、理解を示したいと思います。ただ、熊本県が策定される計画が正式に公表される時期は来年6月とのことでありますので、これに連動する形で本市の計画が出来上がるのは6月以降とならざるを得ず、結果として少なくとも3ヶ月は計画なしの空白の期間を迎えることとなります。このことは手続き上やむを得ないことなのでしょうが、交通安全計画が住民の生命、身体及び財産を保護するために策定される計画と位置づけられていることに鑑みますと、計画が存在しない期間が発生してしまうことにはもどかしさを感じます。この件につきましては、県内で市町村計画を定めている自治体にあっては、5年ごとに訪れるおそらく共通のジレンマだと推察します。従いまして、このことにつきましては、改善を要する課題の一つとして、今後、熊本県の担当部署ともご協議、調整いただきますよう、市民環境部長にお願いしておきます。それから前後しますが、答弁の最後に、年度ごとに計画の検証を行うこと、さらに地域ごとの交通事故の発生状況などを市民に知らせていきたいとの考えを示していただきました。このことについては、かねて私から担当部署にご検討をお願いしてきた案件でありまして、本日、具体の対応を行うとの明快な意思表示をしていただきましたことに感謝を申し上げます。次に改定される次期計画の特徴に関するお尋ねをしました。答えとして、コロナ禍における自転車通勤の増加も挙げられました。そこで最後に自転車に関する質問をさせていただきます。ここからは自転車損害賠償責任保険等への加入義務化をテーマとして伺ってまいります。本日、中村議長のご許可をいただき、皆様のお手元に関係資料を配布させていただいております。お配りしています資料のタイトル、第10次八代市交通安全計画の総括及び次期計画についてと記載しています紙面をご覧ください。まず、括弧1にありますように、国においては全国の都道府県に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化を要請しています。このことを受け、括弧2の地方公共団体の条例の制定状況をご覧ください。このデータは今年9月末現在のものですが、都道府県について申し上げますと、条例により加入を努力義務としていますのが、本県熊本を含む11の団体、条例により加入を義務化しているのは16団体となっています。参考までに、括弧3の自転車事故による高額賠償事例をご覧ください。これは、自転車事故で5000万円前後から1億円近くまで、高額の損害賠償を命じられた判決事例であります。しかも上位2件にあっては、その加害者は
小学生や高校生という若年層でありました。熊本県内におきましても、散歩していた男性が向かい側から運転してきた高校生の自転車と衝突し、後頭部を強打され亡くなる事故など、昨年1年間で616件の自転車事故が発生しているとのことです。以上、これまで申し上げましたことを背景とし、質問に入ります。熊本県においては、本年度中に熊本県自転車の安全で適切な利用の促進に関する条例を改正される方針と伺っています。この改正に伴い、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化がスタートすることになると見込まれますが、そこでこの加入の義務化を見据え、本市では何らかの対応を考えていらっしゃいますでしょうか。市民環境部長にお伺いします。はい、桑原市民環境部長。はい、ご質問の熊本県の条例改正を見据えた本市の方針について自責よりお答えいたします。熊本県におきましては、自転車の利用者に損害賠償保険の加入を義務付ける方向で条例の改正を検討する方針を明らかにされている中、本市といたしましてもその重要性、必要性について認識しているところでございます。熊本県による2019年度の県民アンケートでは、自転車保険の加入率は 53%、調査手法が異なり単純比較はできませんが、国土交通省のまとめでは、加入を義務化した全国の自治体の加入率はおおむね60%から70%台となっております。そのような中、本市の小中学校におきましては、現在学校単位での損害賠償保険への一括した加入は実施されておりませんが、近年の自転車による事故での高額賠償判例を受け、損害賠償保険の重要性と加入促進について教育委員会や PTA が周知を行っているところでございます。さらに本市におきましては、小中特別支援学校を対象に自転車賠償責任保険がついております TS マーク付き自転車点検の実施を推奨し、自転車の安全確保と保険加入を促進しているところでございます。また市民の皆様に対しましても、自転車保険の加入について現在も交通安全教室や出前講座などを活用し周知を図っているところでございます。今後も交通安全教室等に加えて広報誌やホームページなどさまざまな媒体を活用しながら、県の条例改正により加入義務化となる内容について周知を図り、自転車保険加入をさらに促進してまいります。以上お答えといたします。以上。はい、西浜和弘君。はい、本市の交通安全計画の中にも、自転車損害賠償責任保険等の加入を促進しますと記載があり、これまでも鋭意その取り組みを実践してこられたことをただいまのご答弁で確認することができました。そして熊本県の条例改正により加入義務化となった際は、その内容について市民に対し周知を図り、自転車保険加入をさらに促進していく旨の方針を明確にお示しいただきました。条例で加入を義務化した自治体では、義務化を契機に広報啓発にも重点的に取り組み、加入率も上がっているとのことであります。本市の今後の取り組みに期待をしていきたいと思います。ただ義務化に伴い留意しておくべき事項があります。それは補償の重複です。条例では自転車利用者は自転車損害賠償責任保険等を契約しなさいと言っております。これは万が一自転車を運転する自分が加害者になってしまい、被害者に対し損害賠償をしなければならないときに備え、その賠償金を保証してくれる保険に入っておきなさいという意味だと思います。ここで注意が必要なことは、条例に規定する自転車損害賠償責任保険等とは、自転車保険そのものを指しているのではありませんので、保険への加入が義務化になったからといって必ずしも自転車保険への加入を選択しなくても良いということであります。具体例を申し上げますが、例えば自転車保険や火災保険などにあっては、特約で個人賠償や自転車事故保障を付帯しているケースが多くあります。これをもって加入の義務は果たされていることになります。したがってすでにこれらの保険に加入していらっしゃる場合は、その保証額等をご自身で確認された上において、
その後どうするかを落ち着いて検討されるのが賢明だと思います。参考までに自転車保険とは個人賠償責任保険と本人の障害保険の2つを組み合わせたものとなっています。少し複雑な話となりましたが、今申し上げましたことはお配りしております資料の括弧4加入状況の確認フローをご参照いただきますと私の説明より分かりやすくなるのではないかと思いますので、後ほどご確認いただけましたら幸いです。本市におかれましては、今後市民に対し広報周知啓発をされます際はぜひこの加入状況確認フローなどをご提示ご活用いただきますようお取り計らいよろしくお願いいたします。最後に、交通事故がない社会は交通弱者が社会的に自立できる社会につながるという人優先の考えを大切にしていただき、次期の交通安全計画の策定に取り組まれますようお願い申し上げまして、その講を終わります。以上。はい、西山和弘君。はい、次に大項目の2つ目、特別支援教育環境等のさらなる充実に向けた取り組みについてに移ります。本日12月9日は12月3日から始まった障害者週間の最終日にあたります。また12月9日はかつて障害者の日であったことを心に置き、特別支援教育環境等のさらなる充実に関するお尋ねを教育委員会にさせていただきたいと思います。平成19年4月学校教育法が改正され、従来の特殊教育の対象に加え、発達障害のある児童生徒も含めた新しい教育支援の仕組みとして、特別支援教育制度がスタートいたしました。特別支援教育は、障害のある児童生徒の自立や社会参加に向け、適切な指導や必要な支援を行う一方で、誰もがそれぞれの違いを認め合いながら、自らが暮らす地域の中で生き生きと活躍できる共生社会を構築する、そのための基盤となるものと言われております。このような中、本市教育委員会、八代支援学校をはじめ、各小中学校、幼稚園におかれましては、これまでも一人一人のニーズに応じた特別支援教育の体制整備等に努めてこられたことと承知しています。一方、近年特別な支援を必要とする子どもたちは年々増加傾向にあり、またそのニーズも多様化していると伺っております。インクルーシブ教育システムの構築を基本的な考えとしつつ、幼児、児童、生徒、一人一人の能力を最大限に伸ばしていくためには、学校機関のみならず、家庭や地域、そして関係機関と一層緊密な連携のもとに、幼児期から学校卒業後までを見通した切れ目ない特別支援教育に取り組んでいくことが必要と考えます。そのためには、本市の特別支援教育をめぐる現状を踏まえ、将来にわたり取り組むべき指針を定め、市民の理解とご協力も得ながら、各種の施策を着実に推進していく必要があるのではないかとの思いから、私は本市独自の特別支援教育推進計画の策定について、平成28年および平成30年と2回にわたり、一般質問を通して教育委員会に要望してきたところであります。この提案をお汲み取りいただき、本年3月、八代市特別支援教育推進計画を策定いただくことができました。そこでお伺いします。八代市特別支援教育推進計画策定に関して、教育部長に次の3点を伺います。まず1点目、計画策定の意義をどのように捉えていらっしゃいますか。次に2点目、この計画を策定したことによりもたらされる効果として、どのようなことを期待されていらっしゃいますか。最後に3点目、本市教育委員会が目指すビジョンについて伺います。以上3点、教育部長お答えください。はい、宮田教育部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問の特別支援教育環境等のさらなる充実に向けた取り組みについてお答えをいたします。まず八代市特別支援教育推進計画についてでございますが、本市では子ども一人一人の確かな学びと自立や社会参加の実現のために特別支援教育の充実を図ることを目的に、令和2年3月に八代市特別支援教育推進計画を策定いたしました。この特別支援教育推進計画は、
子どもたちの自立に向けた特別支援教育を推進していくために必要かつ重要なものでございます。総合的かつ体系的な推進計画を策定したことにより、学校園におけるサポート体制がこれまで以上に充実するものと考えております。策定しました推進計画はすべての八代市立の学校幼稚園に配布し、校長園長会においても説明しておりまして、特別支援教育の充実に向けて学校幼稚園の教員が特別な支援を必要とする子どもたちへの指導や支援における具体的方策を共通理解することができました。また計画は本市のホームページ上にも掲載しておりまして、教育現場のみならず市民や関係機関の皆様にも特別支援教育の推進に関して広く知っていただくことにもつながっております。この計画は特別支援教育のニーズの高まりに対応するための本市の基本的な計画であり、今回の策定は大変意義深いものであると認識しております。特別支援教育の推進につきましては、各学校園における適切な指導および必要な支援の充実が必要です。そこで教育的ニーズに応じた適切な教育を提供していくための体制整備として、八代支援学校を特別支援教育のセンター校として位置づけ、高い専門性を生かして各学校園に積極的な支援を行うこととしております。これにより各学校で一人一人の障害の状態に応じた個別の配慮の提供がより一層充実していくことが期待されます。また特別支援教育の推進は関係機関との連携が重要であり、本計画では八代市特別支援総合推進事業として八代市特別支援連携協議会を設置し、保健福祉労働等の関係機関とネットワーク作りを推進してまいります。加えて大学の准教授、医師、心理師、社会福祉施設関係者等から構成する専門チームも設置しており、市内の学校の教員等に指導助言を行います巡回相談員に対して専門的な助言指導をしていただいております。今回策定した推進計画に基づき、特別な教育的支援を必要とする幼児・児童生徒を支える総合的な支援体制の充実を図ることで、子どもたち一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高めるとともに、共生社会の形成に向け、障害のある人とない人が共に学ぶインクルーシブ教育システムの構築を目指し、ふるさと八代の未来を担う心豊かな子どもたちの育成に努めてまいります。以上、お答えといたします。西山和弘君。はい。計画策定の意義及び計画策定によりもたらされる効果、そして本市教育委員会が目指すビジョンについてお伺いいたしました。いずれの問いに対しましても、しっかりとしたお考えのもと、明快なお答えがいただけたものと受け止めます。今後に期待が膨らむ宮田部長のご答弁でありました。ありがとうございました。お伺いしますと、この計画の策定作業にあっては、学校教育課の当時の東田審議員さんが中心的な役割を担ってこられたとのことでありました。東田先生はじめ関係職員の皆さんのこの間の並々ならぬお取り組みに改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います。さて、先月17日、文部科学省の萩生田大臣が記者会見において次の発言をされています。障害の特性などに応じたきめ細やかな支援を行うため、省内に設置した新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議において議論を深めているところです。文科省としてはこれらの取り組みを通じて引き続き特別な支援を必要とする児童生徒に対して適切な支援が実施されるように取り組んでまいりたいと思いますと述べられておられます。追って文部科学省から全国の地方教育委員会に対し、文字通り新しい時代の特別支援教育に関する施策が
提示されることになるとは思いますが、本市教育委員会におかれましては、事前にこの報告書をご確認いただき、いわば情報を先取りされて、八代市特別支援教育推進計画に基づく施策のさらなる充実に役立てていただきますようお願いしておきます。それでは次の質問に移ります。先ほどのご答弁の中でも、特別支援教育のセンター校としての八代支援学校の役割の重要性に触れられています。そこで具体の取り組み事例の一つとして、八代支援学校における進路指導、いわゆるキャリアサポート体制に関し、次の3点について教育部長にお伺いします。まず1点目、八代支援学校の生徒さんの進路はどのような状況でしょうか。過去5年間の実績を交えてお示しください。次に2点目、八代支援学校のキャリアサポート体制の現状についてご説明ください。最後に3点目、熊本県教育委員会の取り組みの紹介となりますが、特別支援学校においては、企業などからの求人票が届かないという現状が課題となっています。そこで、県教委では、文部科学省所管の補助金を活用し、特別支援学校キャリアサポート事業というものを実施されており、特別支援学校にキャリアサポーターを配置し、現場実習や就労先となる職場の開拓などの支援を行い、就職率の向上につながっているとのことです。八代支援学校におかれましては、進路指導の先生方がご熱心に進路対応を担っていらっしゃることと思いますが、進路体制指導体制のさらなる充実につながるよう、この国庫補助金を活用してのキャリアサポート事業について検討するお考えはありませんでしょうか。以上の3点について、教育部長にご答弁をお願いします。はい、宮田教育部長。議員お尋ねの八代支援学校におけるキャリアサポート体制について、自席よりお答えいたします。まず進路につきましては、八代支援学校では第一に本人保護者の思いを尊重し、希望に寄り添う対応を行っております。例えば高等部1年次から本人保護者の希望を期しまして、生徒の進路を見据えた作業学習の内容を設定するなどをしております。進路の現状といたしましては、八代支援学校は知的障害教育を行う特別支援学校であるため、進学や職業訓練校につきましては過去5年間希望がない状況でございます。一方、就職につきましては例年3割ほどの生徒や保護者からのニーズがございまして、平成27年度は5人、28年度は1人、29年度は3人、30年度は3人、令和元年度は3人の生徒が事業所等への就職に結びついております。そのほか7割近くの生徒は各種福祉サービスの利用を希望され利用している状況でございます。次にキャリアサポート体制といたしましては、八代支援学校では高等部1年次から進路面談を行い、生徒や保護者の希望の進路を実現するために就労先の開拓等の取り組みを進めており、進学等の希望があればそれにも対応してまいります。また八代支援学校では進路指導主事は学級担任を持たず、進路に関する業務に専念できる体制を取っており、そのため生徒が希望する分野の職場を開拓することができ、複数の就労につながった等の成果が報告されております。他にもハローワークや県の就職相談室であるジョブカフェ等をはじめとした関係機関との連携によりまして、職業開拓につながっている状況もございます。障害のある生徒が自立して社会参加していくためには、早期から関係機関との連携を図り、キャリアサポートを充実していくことが大切であると認識しております。キャリアサポート事業につきましては、議員からご提案いただいたことを参考にさせていただきまして、より充実したキャリアサポートが行えるように努めてまいります。以上、お答えといたします。長、石浜和弘君。はい。今月1日のことでございますが、熊本県は障害がある方が働きやすい職場環境を目指す障害者活躍推進計画を来年1月でございますので、来月策定することを表明されました。
この取り組みは改正障害者雇用促進法が昨年成立したことを受けての対応だと認識しております。市教育委員会におかれましては、この障害者活躍推進計画の策定も追い風と捉えていただき、今回私が提案しました特別支援学校キャリアサポート事業の活用による進路指導体制のさらなる充実を図るため、これを機会にぜひ議論を深めていただきますようお願いいたしておきたいと思います。それではこの項の最後の質問をさせていただきます。コロナ禍における八代支援学校のスクールバス運行状況などについてお尋ねをしたいと思います。文部科学省は新型コロナウイルス感染症に対応した特別支援学校における教育活動に関し、スクールバスでの感染リスクの低減を図る取り組みとして、スクールバスの増便による1台に乗車する児童生徒さんの少人数化を促していることは、教育委員会の皆さんご承知のとおりであります。このことを踏まえた上で、お配りしております資料の裏面の左側をご参照ください。これは岡山県教育委員会の対応について、地元新聞社が報道した記事でございます。記事の中ほどの一部を読み上げます。知的障害部門の小学部から高等部まである岡山南支援学校では、通常4台を同市内のバス会社と契約して、8台に増便し、これまで乗車率が1台 69.4 から 49.0% だったのを、49.0 から 30.6% に減らしたとあります。増便により乗車率を 50% 以下に抑えていることがわかります。次に熊本県教育委員会の対応状況をご紹介いたします。熊本県では障害のある児童生徒の通学手段として、特別支援学校6校でスクールバスを運行されています。令和2年度は平均乗車率が 89% であり、乗車する児童生徒間の距離を確保することが困難な状況にあることから、通学バス利用時の感染防止策として、換気や消毒などの通常の対応に加え、児童生徒間の距離を確保すること、また飛沫が直接かかりにくい座席配置とすることなどの対応を実施するために、スクールバスを増便する対策を講じていらっしゃいます。さらに今後の対応方針としては、このように述べています。本県における新型コロナウイルス感染症感染については、いまだ収束のめどが立っていない状況であり、来年度も引き続き本年度同様の感染症対策として、スクールバスの増便を講じる必要があるとの見解を示しています。そこで教育部長に2点お伺いします。まず1点目、現在八代支援学校のスクールバスはどのような運行体制になっているのか、平均乗車率も含めた現状をご説明ください。次に2点目、八代支援学校のスクールバスを利用されている児童生徒さんの中には、重症化リスクが高いといわれる基礎疾患をお持ちの子どもさんもいらっしゃいます。それから一部報道によりますと、今般、文部科学省は全国の特別支援学校のスクールバスを増便するため、補助金を拡充する方針を固めたとのことでございます。記事によりますと、文部科学省はスクールバスの増便により、1回の乗車率を 50% ほどに抑えることを目指し、来年度当初予算に盛り込んでいた必要経費のうち、40億円程度を第3次補正予算に先取りで計上し、早急に支援したい考えとあります。そこで本市においても、八代支援学校のスクールバスについて、増便されることを提案しますが、このことに対するご見解を伺います。以上2点について教育部長ご答弁をお願いいたします。宮田教育部長。はい、議員お尋ねのコロナ禍における現在の八代支援学校のスクールバスの運行体制とバスの増便について自責よりお答えいたします。まずスクールバスの運行体制についてでございますが、現在八代支援学校ではスクールバスとして5つのルートに5台のバスを運行させております。すべて29人乗りのマイクロバスを車椅子も乗車できるように改造したリフト付きバスとなっておりまして、運転手のほか乗車する児童生徒に対応できるよう、会場員1名も常に同乗する体制で運行をいたしております。改造後の定員に対する実際の乗車人数の割合となります乗車率につきまして、普通席で申し上げますと、5台の平均が 88.7% となっております。また、本市のコロナ禍におけるスクールバスへの対策といたしましては、他校のスクールバスと同様、児童・生徒側に当日の健康チェック及び検温のほか、
乗車時の手の消毒の実施、また学校側では児童生徒乗車前後のこまめな車内消毒および走行時の車内換気等を実施しています。さらに国の学校保健特別対策事業費補助金と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、オゾン発生器5台を購入し、それぞれの場所に設置いたしております。次にスクールバスの増便についてでございますが、先ほどお答えしましたが、現在の平均乗車率は9割近くになっております。コロナ対策としてさまざまな取り組みを行ってはおりますが、身体的弱者である支援学校の子どもたちの感染については懸念するところもございます。先ほど議員からご案内ありましたように、県立支援学校ではスクールバスが増便されており、国の方でも特別支援学校のスクールバス増便に対する補助金拡充が検討されているようでございます。本市といたしましても密の状態を解消するため検討を進めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。以上。はい、西山和弘君。はい、ありがとうございました。ただいまのご答弁の中で、八代支援学校のスクールバスの運行状況については平均乗車率は 88.7%、 約9割であり密の状態にあるとのご説明がありました。この数字は繰り返しになりますが、熊本県教育委員会が示した従来の平均乗車率 89% と同じ数値であります。本市教育委員会における現状の運行体制については、八代支援学校の保護者の方々も大変心配をされていらっしゃいます。宮田教育部長からはスクールバスの増便について検討するとのお考えを明確にお示しいただけました。実現に向けてのお取り計らい、何卒よろしくお願いいたします。ただ実施にあたっては本市の財政措置も必要になってまいります。財務部におかれましては、これまで申し上げてきました提起内容をご検察いただき、事案の緊急性重要性に鑑みまして、教育委員会八代支援学校と一緒になって何卒迅速にご対処いただきますよう切にお願い申し上げまして、この講を終わります。以上。はい、西山和弘君。はい、次に大項目の3、地域人口の急減に対処する総務省所管の特定地域づくり事業協同組合制度についてお尋ねをしていきます。お配りしております資料の、裏面右側をご参照ください。我が国の人口は平成27年の国勢調査で初めて減少に転じ、この減少傾向は今後も加速する見通しとなっています。特に地方人口は農産漁村を中心に急激に減少しており、これらの地域においては担い手不足が極めて深刻な課題となっております。そのような中、本年6月に地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律が施行されました。この法律では過疎地域等においては事業者単位で見ると年間を通じた仕事が少なく、安定的な雇用環境や一定の給与水準を確保できないといった現状が人口の流出の要因や UIJ ターンの障害になっているということに着目しています。このような課題について地域全体で複数の事業者の仕事を組み合わせることで年間を通じた雇用を生み出す新たな仕組みとして、地域特定づくり事業共同組合制度と呼ばれるものを創出しようとするものです。またこの法律により、この共同組合から派遣される労働者の人件費や組合事務局の運営費の2分の1までが国や市町村から財政支援を受けることが可能であると承知しています。このことは経営側にとっても大変ありがたい制度ではないかと思うところです。そこで総務企画部長にお伺いします。まず1点目、この法律に基づく特定地域づくり事業協同組合制度とはどのような制度なのでしょうか。改めてその概要をご説明ください。次2点目、この制度に対する本市の認識をお伺いします。はい、丸山総務企画部長。皆様おはようございます。おはようございます。議員ご質問の地域人口の急減に対処する総務省所管の特定地域づくり事業協同組合制度についてお答えします。まずはじめに、
特定地域づくり事業協同組合制度の概要についてでございますが、本制度につきましては総務省において地域人口の急減に直面している地域において地域づくり人材の確保およびその活躍の推進を図り、地域社会の維持および地域経済の活性化に資することを目的として創設された制度でございます。その概要としては、働き手を必要とする事業者で事業協同組合を設立し、その組合で地域の働き手となる人材を雇用し事業者へ派遣するものとなっております。対象地域は近年の人口の動向や高齢化の進行、人口密度や地域の事業所数などさまざまな観点から判断され、過疎地域に限られるものではありません。またこの制度は島根県海士町の観光協会において実施されていた移住者3名を正規職員として雇用し、季節ごとに人手不足が生じている地域内事業者へ職員を派遣する特定人材派遣業が参考事例とされております。次に同制度に対する本市の認識でございますが、本制度には国や市町村からの財政支援がありますことから、事業者が直接雇用するより人件費を抑えられることや、働き手の給与や社会保障など安定した雇用が確保されることなどがメリットとして挙げられます。本市にとっても坂本、東洋、泉地域の過疎地域や要件が合えば旧八代市内の人口減少地域において、地域産業の担い手である人材の確保や移住者や地域の若者等の雇用も見込まれるなど、制度の活用により地域事業者の事業維持や拡大が図られ、持続可能な地域づくりが期待される有効な手段であると認識しているところでございます。以上お答えといたします。石浜和弘君。はい、ただいまのご説明で特定地域づくり事業協同組合制度について理解を深めることができました。またこの制度に対する執行部のご認識をお伺いしましたところ、本市の過疎地域などの人口減少地域においても持続可能な地域づくりが期待される有効な手段であると認識している旨のご見解を併せてお示しいただけました。ここで再質問させていただきます。令和2年7月豪雨被災地を含む本市の過疎地域においてこの制度の導入を検討するとした際に想定される論点としてはどのようなものが考えられますでしょうか。総務企画部長にお伺いします。はい、丸山総務企画部長。自席からお答えいたします。この制度の導入にあたっては年間を通じた労働需要の確保、組合設立にあたっての発起人の確保並びに派遣職員の確保など留意すべき課題が論点であると考えられます。しかしながら財政上の措置も手厚く、地域や事業者また市にとっても有意義な制度であると考えております。具体的には議員のご説明にもありましたが、組合運営費の2分の1の範囲で公費支援が受けられることとなっており、国が示している一組合あたりの財政支援のイメージでは派遣職員6名で年間2400万円の組合の運営費に対して2分の1の1200万円が市町村から助成が受けられることとされております。また市町村負担のその1200万円のうち900万円が国費で賄われ、市町村の実質的な負担は300万円に抑えられることとなります。このように組合にとっては運営費の半額を公費負担により支援が受けられ、安定的で持続可能な運営が行えるとともに、市にとっても少ない財政負担により過疎地域等の活性化に寄与することができる、これまでにない有利な支援制度となっております。以上お答えといたします。以上。西山和弘君。はい、丸山部長ご答弁ありがとうございました。論点となる課題などに関しまして数点例示がありましたが、この制度にはそれを上回る財政上の利点があり、地域や事業者そして本市にとっても有意義な制度である旨のご見解だったと受け止めます。ちなみにこの特定地域づくり事業協同組合制度は地域の担い手を確保するためのこれまでにない画期的な仕組みとして、すでにこの制度の活用に向けた具体的な検討を進められている地方公共団体もあり、
これらの役所からは総務省に対し期待の声が寄せられているとのことであります。それではただいまのご答弁を受けまして最後の質問をさせていただきます。過疎地域はもとよりですが、令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けた被災地においては、地域のこれからの復興という視点からも、この制度はまちづくりに向けた有効な手立ての一つになるのではないかと期待するところです。そこでこの特定地域づくり事業協同組合制度に関して調査研究や情報収集などを試みられてはいかがでしょうか。この提案に対する執行部のご見解を伺います。丸山総務企画部長。はい、席からお答えいたします。本審におきましては、本年4月に制度の概要について全庁的に情報を共有しているところです。今後とも国や県に対してさらなる情報提供を求めるとともに、他市における先行事例なども調査しながら、本市の産業振興や農林業振興を所管する担当部局とも連携した上で、労働需要の確保についても検討してまいります。また同制度について、地域の事業者の方や JA 商工会議所、商工会、森林組合などの関係団体への周知を行い、季節ごとの人手不足等でお困りの声があれば、必要とされているところに制度のご提案ができるよう取り組みを進めてまいります。7月の豪雨災害で被災した坂本地域では、今後取り組みが本格化する復興のまちづくりに向けて、また他の地域においても今後のまちづくりにおける新たなツールとしてこの制度の活用ができないかを地域と一緒になって検討してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。いい、西山和弘君。はい、この制度に関しまして、情報の収集作業、そして先進地の事例なども含めた調査研究を手掛けていただけること、また地域の関係者や関係団体への周知や調整を担うお考えがある旨、お示しいただくことができました。本市の過疎地域やその他の人口減少地域にとっても関心が高まるお答えだったと感じます。さらには7月豪雨の被災地である坂本地域においては、これからの復興のまちづくりに向けての新たなツールとして、この制度の活用について地域の皆さんと一緒に検討していきたいとのお考えを確認することができました。ありがとうございます。東日本大震災の復興に取り組んでいる復興庁はこのように述べております。被害の大きい地域では労働力の確保ができないことが復興の妨げになっていると言われている。このような中、被災地における課題解決や仕事を通じた関係性を保つ人口を形成・増加させることが被災地の地域活性化に重要であると考えているとの見解です。特定地域づくり事業協同組合制度という新たな制度について、ただいまのご答弁にありましたように、まずは情報収集や基礎調査などにお取り組みいただき、今後活用の筋道が見えてきたならば、機を捉え被災地の創造的復興に資するよう特段のお取り計らいをお願いいたしまして、今回の私の一般質問を終わります。ありがとうございました。